が読んでいたのは昨日の新聞。多分あの大きな紙面を広げて嘘をするのが好きだったんだな。老眼鏡を外して顔を近づけてぼやける文字を巧みに処理しながら乾いた指で舌打ち一つ。ああそうなんだな、俺もそんな年になったんだ。記憶にとどまらぬような些細な見出しがある日突然現れ意味をつなぐ。少し人より得した気分。テレビやネットもいいけれど無理やり見せられる広告にはしばしば並行する。新聞ならば読むもの選べる。そうせかされずいつも好きだです、それがいい。テレビのターゲットから外れた世代、新聞の束を出すのが重くなってきたけど、新聞